こんにちは、ブルーズです。今日私たちは東京の中野ゼロホールに来ております。昨日8日から始まりました東京福音リバイバル盛会の様子を今日はお届けしたいと思いますが、今回はカリフォルニアから初来日のビル・ジョンソン先生が来てくださって、本当に素晴らしい主の臨在の中で素晴らしい盛会が持たれております。昨日このビル・ジョンソン先生の話の中で一つインパクトに残ったことは、これまで20年30年前までの盛会の中では本当に顕著な有名な先生姿が用いられるというところが多く見受けられましたが、今回の盛会は本当にシンプルで、一人一人のクリスチャンがどのように主の臨在の中で歩んでいくかということが語られ、とても心に残りました。今日も素晴らしい盛会が催されております。どうぞぜひ最後までご覧ください。2015年1月8日から9日の2日間、東京中野ゼロホールで東京福音リバイバル盛会が行われた。招待説教者はカリフォルニア州レディング市にあるベテル教会の牧師ビル・ジョンソン氏。ベテル教会はレディング市民9万人のうち約1割にあたる7000人のメンバーを有する教会であり、超自然的な神の御業がなされ、多くの人々がイエス・キリストに導かれている。今まさにリバイバルし、世界中に注目されている教会だ。2日間のせわしい時間の合間を縫ってビル・ジョンソン氏に話を聞くことができた。これもまた私たちにとってはアメージングな神の恵みとしか言いようのない出来事となった。当初インタビューを申し入れたが、タイトの時間の都合上難しいだろうと言われていた。しかし突然インタビューできるタイミングが与えられたのだ。今日はビル・ジョンソン先生、貴重な時間をありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Thank you very much for sharing your time with us today. That's a privilege. 沖縄というところはご存知ですか？ Do you know about our prefecture that's called Okinawa in Japan? No. よく沖縄のことを知りません。私たち沖縄からやってまいりまして、飛行機で2時間半かけて、So we flew in two and a half hours by airplane to Tokyo to meet you and to join in this conference from Okinawa. 今回ですね、ビル・ジョンソン先生が東京に来られるということで、もうぜひお会いしたいと思いまして、4人スタッフですね、共に来たわけなんですが、東京に来られるきっかけは何だったんでしょうか？ Well, I had something interesting happen last year in Taiwan. 昨年台湾で非常に興味深い体験をしました。 When I was standing in front of a large crowd of people, 6000人くらいの人々の前で説教していたんです。 The Lord just impressed on me very strongly I was to go to Japan. その時に主は強く日本に行くように示してくださった。 There were about 100 people or so there from Japan in the meeting. その大会には日本から100人くらいが来ていました。 And I could feel their cry for God. そして彼らの神様に対する渇き、また叫びを感じることができました。 And while I was speaking, the Lord indicated to me I was to go to Japan. 私が説教しているときに主は日本に行けと示してくださったんです。 So I'm here because he said to come. 主がそう言われたので今回来ています。 But I'm also here because I have great hope for Japan. また同時に日本に対して大きな希望を持っているのでやってきました。感謝なことなんですが、私もビル・ジョン先生の本を4冊読みまして、もすごく心を打たれました。 I was really, really encouraged by them. Oh, wonderful. Thank you. ありがとうございます。クリスチャン生活がもうそろそろ30年なんですが、これまでのこの、なんて言うんでしょう、本当にこの目立った方たちのこの活躍でこの何か技を行うということを見てきましたけれども、今回このビル・ジョン先生の話を聞きまして、すごくシンプルな信仰と本当に一人一人を用いられることについてすごく心を打たれたんですが、これからのこの20年がこの教会ではなく本当に それぞれの市場で行われると、技が行われるといったことにすごく心が高鳴ったんですが、それはどういう感じになるんでしょうかということを聞きたいと思います。It's to me what we will see happen the greatest in culture and in society has to do with wisdom and power. はい、私にとっては最も神様が、
用いたいと願っていらっしゃる、また与えたいと願っていらっしゃることは知恵と力ではないかと思います。それこそが、こう社会にインパクトを与えるのではないかと。 Wisdom demonstrates how heaven views life, how we're supposed to live life in business, in education, in politics, in families, in church life. はい、知恵は、私たちがどう生きるべきか、政治において、家族において、教育ですね、社会、職場において、どうこの人生を収めていくべきかということを教えてくれるものだと思います。And power is that power of God for salvation, but it's also for healing and deliverance, where people get free of things that have afflicted their heart, their mind, and their bodies. そして神様の力が与えられているのは、私たちに救いを与え、または救いだけではなくて、病の癒し、悪霊からの解放、あらゆる人間の問題を解決するために神様が与えてくださったものであると信じます。And to represent him well, we have to have wisdom for life and power for the gospel. そして神様を私たちが表すためには、人生を治めるための知恵と、そして人々を解放するための力、この2つがどうしても必要であると信じます。この今峰先生がおっしゃっている、その本当にそれぞれの場所で神様の栄光を表すことができるように、私たちはどのように本当に日々過ごしていったらいいでしょうか。 Well, you have to ask for it. はい、まず知恵と力を求めるべきですね。 I mean, it's not a casual request. はい、そしてそれは軽く頼むものではないと思います。 It's got to become the burning passion of a person's heart. 本当に一人一人のクリスチャンの情熱的な願いにならないといけないと信じます。 But when wisdom becomes the burning passion of a believer, しかし信者にとって本当に知恵を何よりも求めたいという情熱が与えられれば、 God not only gives them wisdom, he gives it to them in abundance. 神様は知恵を豊かにそのような人々に注いでくださる。 And it's the same with power. で、力も同じだと。 If you can picture this,The power that raised Jesus from the dead is the Holy Spirit who lives in us. このような絵で私たちは見ることができると思いますが、イエス様を死人のから蘇らせた聖霊の力が実は私たちの中にもあるんです。The greatest miracle of all. もう最大級の奇跡。Came from the presence of the Holy Spirit to Jesus.それは聖霊のイエス様に対して現れたその臨在の中にあったんです。 And that Holy Spirit lives in every believer. 同じ聖霊が全ての信者の中にも生きておられます。 Miracles is his nature. もう聖霊の性質そのものが奇跡を行うことです。 So anyone who wants to can learn how to cooperate with the Holy Spirit. ですから誰でも聖霊と協力して共に働くということを学ぶことができます。 It just has to be that burning passion. ただそのためには情熱がなければならない。感謝します。私たち本当に心からの情熱を持って神様との素晴らしい関係を持っていく必要があると思いました。ありがとうございます。Really want to seek God with that passion and receive from Him what is needed. Amen. 本当に私たち日本、そして沖縄、どうぞ覚えていただいて、沖縄も覚えていただいて。Thank you so much for coming to Japan. And we are from Okinawa, so please also remember Okinawa in your prayers. Amen. It's a real honor to be here. Thank you. 本当に日本に来ることは大きな特権であります。感謝です。Please come. Sometime also. お待ちしております。ミスカタの正解は老若男女、子供たち。すべての世代であふれる喜びと主への心からの賛美が捧げられ、会場は神に期待する高揚感と熱気に満ちていた。ビル・ジョンソン氏のメッセージでは、神の知恵と力を情熱を持って求めることの重要性が語られ、キリストが行った同じ技を行うこと、神の超自然的な栄光を表すことができる人々、これがクリスチャンだと言っていた言葉が印象的であり、キリストを表す存在としてそうありたい、そうあるべきだという思いが心の底から湧き上がった。 So what is the will of God? すなわち神の御心とは何でしょうか。 A
on earth as it is in heaven. すなわち天のごとく地もそのようになることです。ビル・ジョンソン氏のメッセージを通して、日本人の心に御言葉の力、主への熱い情熱が確実に吹き込まれた。それぞれが自分のいる場所に戻り、受け取った情熱をさらに広げ、また力強く立ち上がっていくだろう。これから日本に表される神の御業に大いに期待したい。